ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。私の家もかなりの防災対策を行ってきたわね。確かに、かなりの投資をしたみたいだな。確かに、お金は使ってしまったけど、万が一災害が起こった場合を考えると、命を買ったと思えば安いと言えるかもしれないわね。確かに、命あってのなんとやらだな。ところで、霊夢は1988年ってどんな年だったか覚えているか？確か、年号が平成になった頃じゃなかったかしらね。もちろん、それもあるけど北海道で火山が噴火したんだ。そんなことあったかしらね。正確に言うと、1988年12月10日に十勝岳が噴火したんだぜ。なるほど、ちょっと覚えてないわね。それで、その火山がどうかしたのかしら？この十勝岳はこれまでの歴史を振り返ってみても、30年周期で噴火しているのではないかと言われている。なるほど、そろそろ噴火してもおかしくないってことなのね。そういうことだぜ。今回はこの十勝岳に関する話をしてみようと思うぜ。わかったわ、よろしく。もともと十勝岳は、1983年頃より噴気活動が活発化し始めていたんだぜ。ということは、いつ噴火してもおかしくない感じだったということになるわね。そして1985年6月、62火口付近で有毒ガスが発生したんだ。火山の有毒ガスは本当に危険だから、気をつけないといけないわね。それから1987年には火山性微動がしばしば観測されている状態が続いていたんだ。徐々に、噴火を起こす日が近づいてきているような感じがするわね。そして、1988年9月以降、火山性地震は増加を続け、収束する様子は一向に見られることはなかった。もう、この頃になると多くの人が火山が噴火するだろうって思っていてもおかしくはないわね。12月に入ると、火山性微動も連日のように観測されるようになっていき、16日午前5時24分、ついに十勝岳が小噴火、水蒸気爆発、降灰を起こしたぜ。ついにその日が来たってわけね。この噴火は1962年以来、26年ぶりの噴火だったぜ。なるほど、前に噴火を起こしたのは60年代だったのね。その2日後の18日にも小噴火が発生し、翌日19日午後9時48分頃、火災サージを伴う、本格的な噴火が発生してしまった。この本格的な噴火により、町は泥流危険区域である、白金、三沢両地区の住民など234人に対して、避難準備を指示したぜ。こういう時は早めに避難した方が良いわね。避難準備指示の後、すぐに職員4名が白金温泉に派遣された。また全職員を招集し、午後11時50分、職員93名のほか、消防5名、警察91名体制による、美瑛町十勝岳火山噴火災害対策本部が設置され、泥流への警戒のため、十分な監視と観測強化を、図ることに重点が置かれることになるぜ。確かに、火山が噴火することによって山体崩壊を起こすことになると、泥流が発生する可能性があるもんね。12月24日には、自衛隊の応援を受け、上富良野町と共同でワイヤーセンサーによる泥流監視装置が、設置されることになったぜ。泥流が発生した場合に、すぐにわかるようなものなのかしらね。設置標高は1350メートル付近、活動中の火口の直下、しかも新設の中で、決死の作業が行われたんだ。時期を考えると冬の北海道だから、ものすごく寒かったでしょうね。こういった仕事をしてくれる人には、感謝しないといけないわね。2日後の26日には、見事にこの装置の設置を完了したそうだぜ。雪山での作業で2日もかかるなんて、相当大変な作業だったはずね。しかし、この作業時を同じくして、24日午後10時12分、十勝岳は本格的な噴火を起こしたんだ。爆発に伴い火災サージが発生したことで先端が雪を融解し、最も恐れていた泥流が、小規模であるが発生したそうだ。なんとか、間に合ったと言うべきなのかしら。12月25日、前日の噴火から約2時間半も経たぬ間に爆発的な噴火を引き起こし、再び火砕流が発生し、灼熱した岩塊が花火のように炸裂しながら、防岳台方面に流れ出し、中腹の避難小屋に、あと100メートルまで迫ったぜ。ついに、火山が本気を見せてきたわけね。12月24日の噴火で、町は白金地区に避難命令を発令したぜ。ついに避難命令が出されたのね。対象は、住民、宿泊客、ホテルや旅館の従業員ら176名で、待機中の町スクールバスや、各ホテルのバスなどに分乗し、25分ほどで国立大雪青年の家に避難を完了したぜ。やっぱり、こういった避難をする際にはバスって役に立つのね。まあ、多くの人を一度に運ぶことができるからな。翌25日の噴火で、火山噴火予知連絡会が今回の一連の噴火が、大正15年と昭和37年の、噴火と全く同じように、最初に水蒸気爆発があり、その後、次第にマグマ性噴火に移行する。
という十勝岳の噴火形式をとっていることを指摘したぜ。過去にも2回の噴火と同じパターンってことなのね。これなら、ある程度は先の見通しがわかるかもしれないわね。連絡会が、この噴火活動が今後も続いていくだろうとの結論に至ったことを受け、避難命令は当分の間、解除しないことになったぜ。やっぱりそうなるのね。でも、それって避難している人には大きな負担になるわ。まさに霊夢の言う通りのことが起こったぜ。後に、白金地区住民27名にとって、避難命令解除まで127日間もの避難生活が続くことになるぜ。半年以上も避難生活を余儀なくされたのね。翌年1月に入ってからも、火山活動は沈静化の兆しは見えず、1日、8日と噴火を繰り返していたぜ。相手が火山だから、どうしようもないのかしらね。町も避難者との間で避難解除などについて、話し合いを行ってきたが、情報提供が遅れたことや、長期間にわたる不自由な避難生活であること、十勝岳がいつ噴火するかわからない不安な気持ちから、精神的な疲労が重なり、健康面の心配も大きくなってきていたぜ。それはそうでしょとしか思えないわね。それに、町の対応が早かったとは言えないように思うわ。それから年が明けて、2月に入っても、12月16日の噴火から数えて20回も噴火があった。なかなか、おとなしくならないわね。3月に入ってからも、町は当面避難命令を解除しない意向を伝えていたんだけど、避難住民からは避難命令の早期解除について、切迫した声が相次ぐようになったんだ。確かに、危険はあるかもしれないけど、避難生活が長期化しているものね。4月に入ると、十勝岳は小康状態となり、監視装置の充実や緊急避難場所の、整備も進んできたぜ。ということは、避難生活が終わったのかしら？さらに白金地区住民と白金温泉観光組合は共同で、独自の避難訓練を実施することにして、避難命令の早期解除に向けての強い要望を出したぜ。もう、限界が来ていたのね。こうした住民らの強い要望を受けて、町は28日に白金地区において避難訓練を実施し、避難場所、避難経路の周知及び避難体制を強化した上で、避難命令を5月1日に解除することを決定するに至ったんだ。長かったわね、本当に長かったわ。ここまで見てきた通り、一度噴火が始まると、長期間にわたって影響が出る可能性があるんだ。さらに、これまでの噴火の歴史を考えてみても、およそ30年周期だと言われているから、そろそろ、何かしらの火山活動が起こってもおかしくはないと考えられているぜ。確かに、その可能性はあるかもしれないから、警戒しておかないといけないわね。もしも噴火したら、どのような被害が想定されているのかしら？火山弾や火山灰などの火山噴出物の被害はもちろんあるとして、特に、言われているのは融雪泥流の被害だと思うぜ。火山から吹き出した溶岩によって雪が溶けて、泥流となって流れてしまうのね。まさに、その通りだぜ。その泥流の被害が最も恐ろしいものだと思うぜ。これに関しては、ハザードマップに被害予想範囲が紹介されていたぜ。上富良野町の、上富良野駅周辺から中富良野駅の近くまで、泥流が流れてくると想定されているぜ。その泥流は発生からどのくらいの時間で、市街地に到達するのかしら？およそ2時間で被害予想範囲の端まで到達すると考えられているようだぜ。2時間あれば、避難することも十分に可能な時間だと思うわね。まあ、このハザードマップの内容は中規模噴火を想定したものだから、注意だぜ。なるほどね、噴火の程度が想定を超えることも当然あるってことね。そういうことなんだぜ。だから、災害がハザードマップと全く同じような、被害をもたらすというわけじゃないぜ。災害に関しては、必ず想定外の事態が発生するものだ。だからこそ、災害時こそ冷静な行動が大事ってことね。まさにそういうことだぜ。他にも噴火が懸念されている火山って、どんなものがあるのかしら？それじゃ、日本で一番有名な山に関して話してみるぜ。富士山は、山梨県と静岡県にまたがる活火山であり、標高 3776.12m、日本最高峰の独立峰だぜ。そういえば富士山は活火山だったわね。昔は旧火山だと考えられていた時期もあったけど、現在は活火山だと考えられているぜ。それで、富士山が噴火する可能性があるってことね。もちろん、その可能性は指摘されているぜ。さらにもし、噴火したら、桁違いの被害が出るかもしれないんだぜ。富士山の噴火に関しても、ハザードマップが作られている。やっぱり、活火山だからちゃんと作られているのね。だいぶ前に、300年前の宝永噴火の時の被害を参考にして、ハザードマップが作られたけど、それよりさらに約900年前の864年に起きた、溶岩噴火を参考としたハザードマップが新しくなったぜ。溶岩噴火の方が大きな被害を出したことがわかったもんね。これまでは噴火口の数が44箇所とされていたところを、
今回、新しくなったマップでは252箇所に変更された。マグマが噴き出す可能性がある場所が5倍にもなったのね。実は富士山は2000年間もの間、頂上から噴火したことがないんだ。側面や麓の噴火口から噴火してきたんだ。それだと万が一噴火した場合は、広範囲に被害が及ぶということね。富士山が本気を出しちゃったら、どのくらいの範囲で被害があると想定されているの？溶岩は神奈川県まで到達すると考えられているぜ。また、噴火時には火山灰が噴出するわけだけど、その被害も含めるとおよそ2兆5000億円の、経済被害が出ると予想されている。とんでもない被害額ね。ちょっと想像できないわ。確かにそうなんだけど、あくまでこれは予測に過ぎないぜ。実際に富士山が噴火を起こした場合は、この予測を上回る経済被害が出る可能性があるんだ。なるほど、火山から吹き出たものに加えて、地震が発生するからその被害もあるってことね。それに、想定していなかったような被害もあるかもしれないわね。まあ、そういうことなんだぜ。この揺れと衝撃波でガラス塔が割れる可能性や、建物が倒壊する可能性も指摘されているぜ。確かに地震の時はガラスから離れないとダメね。ガラスが割れるとその破片が飛び散るからな。それで怪我をする可能性が高いからな。それから、火山灰だけでなく火山弾というマグマの塊が降ってくることもあるぜ。上から降ってくるから、避けられないわね。この火山弾というのは直径が 64mm よりも大きな火山噴出物なんだけど、火口から数キロメートルの範囲に飛散することもあるから、注意が必要だぜ。恐ろしいわね。ちなみに重さは最大で 400kg になることもあるんだ。そんな重量物が降ってくるとか怖すぎるわね。もちろん火山から数キロメートル離れると、降ってくる火山弾も当然小さくはなると思うけど、危険なことに変わりはないから、注意してくれ。火砕流も火山の災害では危険なものだと言われている。火砕流ってどんなものなの？高温の火山灰や軽石とガス成分を含む混層流が、高速度で流れる現象のことだぜ。雲仙普賢岳が噴火した際に見られたものが有名だ。これまでの調査で富士山噴火の際にもかつて、この火砕流が発生していた可能性があるんだ。この火砕流というのはどのくらいの速さなの？坂を流れ落ちる場合は、時速 100km に達することもあるくらいには速いぜ。高速を走る車くらいの速さになることもあるのね。ものすごい速度だわ。そんなのが発生したら逃げようがないと思うわね。確かに発生後に到達までの時間は場所によると思うが、逃げられる時間はかなり少ないだろうな。富士山には今後ともずっとおとなしくしていてほしいわね。確かに、私もそう願っているけど、いつかは噴火すると思うぜ。だから、日頃から災害への備えを、しっかりしておくのが重要なんだぜ。地震のことが話題に上ることが多いように思うけど、火山もあるのよね。確かに、そうだな。日本は地震大国でもあるけど、実は火山大国でもあるんだよな。なんか、いろいろと危ないものを抱えた国だと思ってしまうわね。それに、海底火山も数多くある国でもあるからな。ほんと、災害が多い条件がこれでもかと揃っているように思うわね。まあ、そんなに悲観しない方がいいと思うぜ。そのおかげで、温泉には入れるし、地震に強い家に住むこともできるわけだからな。物は考えようってことね。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。